空沼岳は北海道石狩館内の札幌市にある標高約1251メートルの山である。山頂付近は四骨東野国立公園の第一種特別地域に指定されている。札幌市中心部から車で40分ほどとアクセスが良いため夏場のハイキング、秋の紅葉、冬のスキート山など市民に親しまれている山の一つである。 山頂の近く、すなわち高いところに、大小の沼があるため、空沼と呼ばれたという説があるが、確証はない。別の説では、アイヌ語が起源ではないかと考えられている。イザリ川支流のラルマ内川は、空沼岳を源流としているが、米を空沼内というため、関連づける見方がある。空沼岳は、第四期更新予に活動したと考えられる火山の一つである。 空沼岳溶岩の上に、イザリり岳溶岩流があるため、イザリり岳よりは、形成が古いということがわかっている。山頂から北西に伸びる稜線に沿って、幅500メートル、長さ2キロメートルのグラーベンがあり、その東側には、地滑り地形が満景沢に向かって広がっている。グラーベンの北西端では2時、3時の地滑りが、下流に向かって並び、南東端では、 山頂直下からまた別の地滑りが東に伸びている。登山流というの沢コースの出だしがなだらかなのはこの地滑り地形のためである。またミスマイコースの迷い平と呼ばれる複雑な地形も地滑り地形の一種である。地滑り運動でできたくぼ地に水が溜まったため空沼だけの登録には多くの沼が形成されている。火器の土、日宿日の実。 札幌市営地下鉄南北線マコマナイ駅から北海道中央バスの空沼登山口きが運行される。それ以外の日程の場合、自家用車を使うか、同バス路線の通常終点、空沼二股から30分かけて歩くしかない。バス停は日鉄工業北海道支店時は採石所のただ中にある。マコマナイ川を渡り、 その支流の万景沢に沿って登山道を進んでいくと、やや道から外れた地点に青沼がある。沢の源である万景沼のほとりには2軒の山小屋が建っている。万景沼を過ぎると、やがてより広いマミス沼が見え、その脇には竜神地蔵が建つ。ここから軽く下り、さらに急な上りを越えると、札幌だけへの重走路との分岐点を過ぎ、 安山岩の露出した山頂にたどり着く。なお、山頂からさらに進むと空沼を見ることができるが、相応のやぶこぎを要する。また、札幌だけ重走路は荒廃しているが、札幌市近隣で1000メートル級の山々を重走できるのはこのルートしかない。道中は氷炭沼を望むことができる。湯の沢コースにバスが乗り入れる以前は、 定山系鉄道線の東三住米停留所から伸びる三住米コースが利用されていた。三住口より約6キロメートル進むと広々とした新・すだれ峠にたどり着く。峠の西に三住米川は東にまこまナ川が流れているため両河川の頭文字を取って名付けられたものである。なお、峠の東にそびえる標高651.6メートル峰を新・ すだれ山と呼ぶ人もいる。新、すだれ峠の南方約3キロメートルには、二つの丘の間を S 字に抜ける、ラマ椅ツがある。クラマの背のような地形にちなんで名付けられた。さらに進んでオネオで外れると、迷い平と呼ばれる、平坦な場所に出る。読んで字のごとく、迷いやすい地点であったために名付けられた。かつては登山道と交差して、 湯の沢の源流である長沼に至る山道があったが、すでに消失している。迷いないらの先、道は満景沼に続いている。ありがとうございます。